食べて痩せる無印のおやつトップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのおやつで痩せることができるのかということで、その痩せるポイントをお伝えしていきますね。こちらです。1つ目、あなたの腸内環境が整うからなんですよ。おやつを食べることで腸内環境を整えることができたら、こんなにねいいことってないですよね。なぜかというと、痩せるためにはあなたの腸内環境のバランスが良いかどうか、整っているかどうかということがもう大前提になってくるんですよね。だってどんなに努力しても結果が出てない、なんでだろう私、なんでこんなにダイエット頑張ってるのにっていう、もし心当たりがある方はですね、あなたがお悪いのではなくて、あなたの腸内環境が悪いだけなんですね。もしあなたの腸内環境が整っていれば、自然と痩せ体質になっているわけですから、確実に経過が出ているはずなんです。もしなかなか結果が出てない、もうなんでっていう方はですね、腸内環境を見直していきましょうね。大丈夫ですよ。そのために必要なことをこの腸活チャンネルでもたくさん私ねお伝えしていますから、もうぜひ参考にしてくださいね。ということで今回はもうおやつに絞ってねお伝えしてるんですけれども、とにかく腸内環境が整っている方っていうのはどんな腸なのかっていうことなんですけれども、痩せ菌たちがね種類が多いんですよ。要は痩せるためのこう味方の種類が多いわけですよね。味方がいっぱいいる。しかもその味方となってくれるその痩せ菌たちが元気、しかももう活発に動いてくれているかどうかっていうのがね、痩せる体質への近道ですから、ぜひそのような体質になっていきましょうね。では2つ目です。無添加であることも、これとってもね大事ですよ。今から私があなたにお伝えするおやつというのは、化学調味料や香料、人工甘味料、着色料がもう不使用なんですよね。もうとってもポイントですよ。もうどんなにこう痩せるようなこう歌ってるね、まあ、〇〇バーとかいろいろあるじゃないですか。それは原材料名見てください。もう余計な添加物がねいっぱい入ってますから、もうそのようなものを召し上がってしまわれると、根本的に痩せることなんて、ね、できないんですよ。もっともっと甘いものが欲しくなってしまったり、腸や肝臓がもう分解するのにこう疲れてしまって、もうちょっと休ませてくださいみたいなね、そんな状態にしてはいけないわけです。もう任せてっていうね状態にしてあげるのは、やっぱりあなたが味方につけてあげる食材を召し上がることがとっても大事なんですよね。そして最後3番目、グルテンフリーです。あの市販のおやつよく見てくださいね。もうとにかくあのグルテンが入ってる材料いいんですよね、まあ、要は小麦粉系です。小麦粉を使ったおやつというのはもう必ず大なり小なりグルテンが入っています。でこのグルテンというものが腸をね荒らすんですよね。もう腸壁の太い粘膜もベターっとこう張り付いて、離れるもんかってね、いつまでも張り付いてるんですよね。そんなものを日頃から毎食召し上がってらっしゃる方っていうのはどうなってるかと言いますと、もう腸壁がもうグルテンだらけなわけですから、ベターっと張り付いているとどうなるか、腸内のその膜がですね炎症を起こしてしまって、食べたものがこう消化吸収できなくなっていくわけですよね。そうするとあなたは食べてるのにもかかわらず栄養失調になるわけです。栄養が足りなくなる。そうすると痩せるために必要なホルモンを作ることができない。結果食欲が暴走してしまったり、体重の設定値のホルモンがどんどん狂って、どんどん太っていくわけです。そんなことにならないためにも、やはり小麦製品、まあ、要はグルテンを含むようなものは極力ですね、やっぱりバランスが大事、まあ、完全ゼロってできないと思うんですけども、日頃から召し上がるのをその量をね調節する必要が
あります。その時にやっぱり普段のお食事プラスおやつまでグルテンを入れてしまうと非常に良くないわけです。もうダイエットにはやっぱり良くないので、私が今からお伝えするおやつというのはこのグルテンフリーですから、安心して美味しく召し上がっていただきたいなって思います。では2つ目の項目に移っていきましょう。痩せるおやつは？ということで、今回はいろいろ痩せるポイントね、先ほどお伝えしましたけれども、ポイントを絞ってその無添加というところにこう着目して掘り下げてお伝えしてますね。もうここをぜひ覚えていただきたいポイントです。とにかくおやつをもしあなたがですね買おうって思った時に、しっかり原材料名というのを裏見てねチェックしていただきたいんですね。そこに例えば調味料カッコアミノ酸などと書いてある、まあ、グルタミン酸ナトリウムと言うんですけれども、これが実は化学調味料のことなんですね。ですからいろんな味付けにはですねもうこれを入れるとねこう美味しく感じるわけですよ。でもそこにですね負けてはダメです。これを取り過ぎてしまうと化学調味料ですから、先ほどお伝えした通り腸や肝臓がもう分解するにこう疲れてしまってはってねやっぱなるわけですよね。そうすると太ってしまうわけです。ですからこういったのが入っていないかどうかをまずチェックすること、そしてもう一つ、まあ、これはね結構おせんべい系とかポテチとかね、そういった系にも多く入っていますから気をつけてください。逆にこの甘いもの系ですね、チョコレートとかもいろいろありますよね、クッキーとか、そこに例えば糖質ゼロとかノンシュガーとかカロリー半分カットとかなってるのはね結構注意です。なぜかというとそれはお砂糖の代わりに人工甘味料を使ってます。でそういったのは甘いのにカロリーがないわけです。するとあなたの脳がですね、あれおかしいな、なんでこんな甘いもの食べてるのにエネルギー取れんもんってなるわけですよね。いけないいけないと、もっと食べなきゃとなって、そのカロリーの元となる甘いものを食べましょう食べましょうってあなたに、ね、指令を送ってしまうんですよね。そうするとあなたがどうなるかというと、ますます甘いものがさっき食べたばっかりなのに、あなんか口寂しい、なんか足りないと思ってどんどん食べてしまうんですよ。ですからそういった負のスパイラルへと入らないためにも、こういった人工甘味料、合成甘味料がね使われていないかなっていうのを必ず確認してみてくださいね。ではいよいよ3つ目の項目です。痩せるおやつのランキングトップ3ということで、今回は無印良品さんで選んできました。今からお伝えするおやつというのは無添加になります。人工甘味料、そして香料、そして着色料、そして化学調味料が無添加のおやつになります。ではランキング、まずトップ3の第3位はこちらです。はい、無印良品の塩せんべいになります。10枚入りです。国産のコシヒカリを使用した軽い食感に焼き上げたせんべいです。もう塩で味付けしてくれています。素材の味を生かしました。ということで結構これね、大袋なんですよ。見えますか ?1 枚がね、これぐらい。直径6センチはありますでしょうか。もうサクサクっとしたおせんべいです。で、原材料名はうるち米の国産、植物油脂、そして伝子食塩のみ。で、この食塩も藻塩を使ってくれてますから、いいお塩ですよね。安心して召し上がっていただけるなと思います。で、こちらはですね、1枚平均 15g あたりのエネルギーが 82kcal、そしてタンパク質が 0.6g、脂質が 4.7g、炭水化物が 9.2g ということですよね。やはりこちらはまあ、一般にね販売されております、まあ、いろんなおせんべいってありますよね。まあ、のりせんべいとかお醤油せんべいとか、まあ、もちろんこういったプレーンのおせんべいとか、まあ、いろんなその濃ゆい味付け粉がかかってるようなおせんべいもありとあらゆるねおせんべいあると思うんですけども、もうとにかくあなたがね買う前に絶対原材料名チェックしてくださいね。もうほとんどのおせんべいがですね、調味料かっこアミノ酸などって書いてます。もうこれなんで入ってるのってね、もう私も思うんですけども、やっぱり買えないんですよね。あ、もうこれは買えないなと思って手に取っては戻し、手に取っては戻しっていうね、まあ、怪しい人になってるのは私です。でもこの無印さんのおせんべいっていうのはそういったものが入っていませんから、召し上がっていただきたいなと思いますが、ただしこれですね、やっぱり原材料お米ですよね。
食べ過ぎてしまうとカロリーオーバーになりますから、まずはもう目安としては1日1枚です。もう1枚最初からもう取っておいて、あともねしまっちゃうとかね、あのついついこういったのってやっぱりこうお塩気のものって止まらないじゃないですか。もうすごくわかるんですけれども、やっぱりこれは1日1枚程度に、もしダイエット中のあなたでしたら収めていただければと思います。では続いていきましょう。第2位はこちらです。はい、フランス産じゃがいものポテトチップス塩になります。こちらはですね、フランス産の濃厚なじゃがいもの味が楽しめるポテトチップスです。素材の味を生かすカイエンを使い、化学調味料を不使用で仕上げましたと、ここにもねちゃんと化学調味料不使用ですよって書いてくださってます。でこちらも結構大袋でいっぱい、ね、入ってますよ。1袋約 125g 入ってまして、エネルギーが 686kcal、 タンパク質が 7.6g、 結構タンパク質取れますよね。で脂質が 42.8g、 そして炭水化物が 67.6g ということで、こちら原材料名がバレーショ、まあ、要はジャガイモですよね。そして植物油脂と食塩のみ、この3つでできてます。でこちらもやはり、まあ、ベースはジャガイモということで、やはりね、まあ、炭水化物系になります、まあ、糖質が、ね、高めになりますから食べ過ぎには注意ですよね。もうとにかくあの袋を開けてね食べてしまうと、もうやめられない、止まらないっていうね味なので、もうぜひちゃんとね、そうですね、ダイエット中のあなたでしたら、まあ、小鉢にねちょっとパラパラっと綺麗に盛り付けていただいて、もうご飯の一部、もうおかずのこれは一部なんだみたいな形で間食として召し上がらないと一番いいと思います。太りにくい食べ方っていうのは間食をしないこと、おやつなんですけれども、どうしてもおやつ食べたいっていう時はもうお食事のメニューの一品として一緒に食べてしまうのがおすすめです。お食事とお食事の間に食べると一番太ってしまいます。どうせ食べるなら太らない食べ方の方が良くないですか。そうすると、ではどうしたら良いのかというのは、先ほどお伝えした通り、もう食事の一部としても入れ込んでしまう、間に食べないということですね。そうすればお食事もおやつも一度に取れてしまいますから OK ということになるんですよ。では堂々の第1位はこちらです。はい、きなこ玉になります。可愛いでしょ。もうほんと手のひらサイズなんですよ。こちらは水飴や砂糖などを煮詰め、きな粉を混ぜて柔らかく練り上げました。昔ながらの懐かしい味わいでということで、私実はあの別動画でカルディさんで選んだ、まあ、痩せるおやつということで、その時にね、あのきな粉ねじりって、まあ、これに似たようなね、あのおやつもご紹介してるんですけれども、まあね、それも美味しいんです。ただあちらはですね、結構大容量で食べ過ぎちゃう美味しすぎてみたいなね、あります。で私があのお伝えしたところ、私のねこの動画をご覧いただいたそのクライアントの方が、先生あれ美味しいっておっしゃるので、あの LINE のコメントで、かですよねって、その方は先生ごめんなさいって、実はね一袋食べちゃったとかね、正直にねおっしゃってくださる、本当可愛らしい方なんですけれども、そうですかって、わかります、それだけ美味しいですよね。でもね、おっしゃる通り、もう分かってらっしゃる通り、食べ過ぎですねってね、あのお伝えするんです。で先生分かってます、ですよね、気をつけますって、まあ、それからねその方はそんなことされてないんですけれども、この無印さんの方であれば量が少ない、そもそもなのでよくないですか。食べ過ぎ防止にもなりますし、1個あたりのサイズもね、そのカルディさんのきなこねじりのも本当に3分の1ぐらいなんですよ。でこちら1袋が約 50g で、エネルギーが 190kcal です。でタンパク質がねすごく取れるんですよ。 8.2g も取れちゃいます。やっぱりきな粉ってね、すごくね良質のタンパク質が一度に取れるんですね。あの大さじ2杯で、もう本当にあの1回の食事量に必要なタンパク質量のもう半分、半量はもう取れてしまうっていうぐらい、すごく高タンパクなんですね。すごくおすすめ。でしかもきな粉ということは、
大豆製品ですよね。私たち女性にとってもう大豆製品ってもう救世主なんです。ダイエットにも向いてますし、女性ホルモンと似た働きをしてくれるイソフラボンも同時に取れてしまいますから、痩せ効果がどんどん上がるんですよね。女性ホルモンって脂肪燃焼効果であったり、悪玉コレステロールをこう抑えてくれたり、もういろんないい働きをねしてくれてるんです。ただ年齢とともにもうどん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 減っていきますから、こういったもので補うこともできちゃうわけなんですよね。でこちらの原材料名はきなこ国内製造です。で水飴と砂糖と加工黒糖のみ出てきています。先ほど冒頭でお伝えしたような添加物はゼロになるんですよね。でこれ本当ね、すごくね柔らかいんですよ。なんと言いますか、天然のきな粉のキャラメルみたいな感覚ですかね。これすごく私も大好きで重宝しております。やっぱりね、甘いものって時々欲しくなりませんか。やっぱりねダイエット中って結構甘いもの我慢してね、あなたも頑張っていらっしゃると思うんですけれども、やっぱ時々ねご褒美で食べていただきたいなって思うんですよ。でその時に大活躍するのはこの無印さんのきなこ玉になります。でもしあなたがですね、体重をこう結構目標高く落としたいってことであれば、やっぱり一度に一袋は食べ過ぎなので 2,3 回に分けて召し上がっていただいてもいいなと思いますよ。さあいかがだったでしょうか。今回は無印良品で見つけました腸活向けのダイエットにおすすめの痩せるおやつトップ3ということでランキング形式でお伝えしました。あなたの日々のダイエットにぜひお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。